ウィリアム・ドナルド・ウィル・グリックは、イングランドソリフル出身のプロサッカー選手。北アイルランド代表。フットボールリーグ1ミルトン・キーンズ・ドンズ FC 所属。ポジションはフォワード。2007年9月、ノンリーグのストラトフォード・タウン FC でキャリアをスタート。2008年夏、フットボールリーグ1のオールソール FC とプロ契約を結んだ。2013年7月、 同じリーグ1のブレントフォード FC と3年契約を結んだ。遺跡金は32万5000ポンドでき高。か。2015年7月、リーグ1に降格した、ウィガンはアスレティック FC に遺跡。遺跡金は推定100万ポンド。2016年1月のポートベール FC 戦で、ハットトリックを達成するなどチームの得点源として活躍。 最終的にスコアを25まで伸ばしリーグ得点王を獲得。チームのチャンピオンシップ復帰にも貢献した。2019年1月31日、フットボールリーグ1に所属しているサンダーランド AFC に400万ポンドで移籍した。2021年2月1日、フルスのミルトン・キーンズ・ドンズ FC へレンタル移籍。U-19 世代から、 北アイルランド代表に選出されている。主要大会では UEFAU-21 欧州選手権2011予選リーグに参加した。2012年6月2日に開催されたオランダ代表との親善試合で初キャップ。その後も 2014FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選などに出場したが、2013年10月から2015年3月にかけて、 代表に招集されなくなった。しかし MK ドンズで校長を維持したことにより、2015年3月25日開催のスコットランド代表との親善試合で約1年半ぶりの出場を果たした。2016年5月18日、UEFA ユーロ2016に臨む暫定メンバー27人に選ばれた。5月28日発表の最終メンバー23人にも無事選ばれたが、 結局一試合にも出場することなく大会を終えた。ありがとうございます。